どうもタブヤンです。 SD ガンダムガーチャポン戦士2マップ24宇宙の渦、続きやっていきたいと思います。宇宙の渦の中心にいるのは我が軍のヤクト動画。さあバウンドドッグね、前回瀕死の状態に追い込みました。誰でとどめさそうかな。百式届かない。エルメスで行くか。エルメスでも宇宙の方がいいと思うんだよね。ヤクト動画で引きますか。ほい、アナドルベカラズミサイルで、もう近づかずに倒すのが一番ベストだけど。あ、クソ。よし、バウンドドッグ、アナドルベカラズね。エルメス、こうね、戦艦がみんな隕石地帯にいるんだよね。それがちょっと嫌な感じだね。もう占領しちゃえ。百式、どうしよう。前進するか。前進。マックス復活したか。あー、まだか。ちょっとでも前に行くか。そしてキュベレー、さらに東行っても、うん、スペースコロニーないんだよね。ザク行きます。ザク部隊、あと5回。どうしようかな。さらに東に行く、中央に寄せるザク部隊。まずここ取ろう。ここにちょっと壁をね、作っておきたいね。これどうしようかな。中央に合流するっていう方法と東に向かうっていう方法。そうだね、待機ですね。うん、ザクはここで待機。さあムサイ、こいつを乗せていこう。さらなるザク部隊の合流を待ちましょう。さらにザク、以上かな。みんな動かしたね。あ、ムサイもう一個前に察しておきましょうか。さらに前、そしてザク部隊ね、追加部隊5部隊が合流してから無彩艦隊東へ向かいましょう。あくまで単独行動、ザク部隊。もう一発来るよ。よーし、全部外れた、珍しい。シャアはね、本拠地で作ってるんだよね、全部。あ、ゼータガンダム初めて作った。やるな。ドライセンが1234、マーク22っていう部隊ですね。ミドル層のモビルスーツたち。まあ全軍で来ると厳しいけどね、ドライセン1体だけならザク部隊でも対応できるよ。さあ、ヤクト動画ほぼノーダメージ。これ中心にいるとずっと弾撃ってくるんだよね。でもね、無視すればいいんじゃない。あ、キュベレー来た。キュベレーとエルメスが合流で、無視すれば生産力はこっちどんどん上がっていくからね。スーツだけ倒しておけば。マーク2復帰しました。100式で倒そう。
あら、やるな。斜め打ち、やるな。結構傷つくね。さあ、そしてどうしよっかな。もう行こうか、ザク倒そう。よし。いや、怖いのがね、スペースコロニーで戦艦と戦いたくないんだよね。できれば交代してほしい、こいつら。後ろに下げさせたいね。さあ、抜擢したメッサーラ出撃です。次何作ろう。メッサーラの次、あ、ハンマー。ハンマーいいね。ハンマー、ハンマー作ってないから作ろうか。残りのターンはザク部隊に注ぎ込みましょう。手間暇かけて連れて行こう。戦艦に乗せてもらうなんてね、そんな余裕はないからね。さあ 1,2,3,4、 グフ作っちゃおうか。贅沢にグフ作りました。さあ、これで一気に生産力が上がったね。中心、宇宙の渦を出し切ったものがこのマップは勝つ。あ、逃げずに撃ってきたか。ムサイは下がったか。ムサイ下げさせたぞ。これは一歩、一つ大きな成果ですよ。突破で来るかな。マーク2とかドライセンとか、こいつら到着する前にもっと呼びたいね。侮れないよ。一旦対局だ。あー、退却しなくていいか。ここで待機するか。さあ、エルメスとキュベレも合流しようか。このラーカイラもちょっと退却させたい。中心に集合だ、みんな。マーク2も寄ってきて、客式も待機でいいか。よし、あえて補給基地を開けとくというね。さあ、メッサーラも来い。そして残り8ターンはザク部隊に全部渡せる。そうだね。さあ、ザク部隊、ドライセンが来た。ミノフスキー粒子発射。みんな行け。あれ、したいか。ザク乗せようか。急げー、みんな合流するんだ。ターンが足りないぞ。前が詰まってる。さあ、ドライ戦隊ザク部隊、補給基地がね、近くにないっていうのがポイントだよね。生かして返さんぞ。全く宇宙の渦というより中央の線が太いね。しゃあ、やったぞ。ラーカイラも退却させましたよ。これで一歩進めるぞ。あ、ムサイは居座り残るつもりか。中心線での戦いですね。
あ、ドライセン退却させた。よし。ザク部隊はターンを稼げば稼ぐほど無尽蔵に集まってくるからね。いいね。さあ、まずはこの状態を維持してどんどんモビルスーツ作ることだよね。生産力がね。そして中心にこっちも集まる。そうなればもう我が軍の有利ね。これはもうお金に余裕できてきたからあれだよね。あの戦艦作りたいね。でかい戦艦。さあ前の方からどんどん行こうか。ザック。ザック発射。どん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 行こう。このルートなんかファミコンウォーズとか思い出すなバズーカ兵的な。どうしよっかな。レベルアップしてグフ大量生産するそうだね。ミドルレンジの大量生産に行こうか。なんて贅沢な生産なんだ。大量生産。マラサイ。ギラ動画か。ギラ動画いいね。ギラ動画の大量生産行こうか。それでも1ターンで1500ずつ溜まっていくからねこれは強いですよ、ギラ動画。さあマーク2回復しとこうかな。完全に待機。ヤクト動画も回復しました。メッサーラ来るまで待っとこう。防衛ですね。このラインを防衛すれば有利に働きますからね。レウルーラ作るほど貯金できないからな。ホワイトベースですね。現実的なのはホワイトベースでラーカイラムを倒したいね。下克上ですよ。あの無才まだ抵抗してるな。また前に来るのかい。交代制か。敵の戦艦をね、なんとか落としたいね。こっちも損失あるだろうけど。おお、これ集まってきましたね大きな戦いが起こるぞ。これはメッサーラ。さあさらにザク。ここまでいけるね。この2つ取れるね。取っちゃおうか。前進だ。この際前進だ。全てをザクに注ぎ込むという。あ、しまった。ギラ動画ギラ動画の分これ以上作るとちょっと動かせなくなるねモビルスーツを。メッサーラも動かしてないしいや今はね、ザク部隊を集結させる方が収入がアップする。いやこれミドル部隊の戦い。おお、そっちに撃ってくるか。ああ、バグってる。ああ、しまった。これバグ発生。う
嘘、セーブしてないのに最悪だ。最悪なバグが発生しました。何これ、こんな条件発生しないって言ってたのにね。コメントでなんか教えてもらってたな。そんな20年プレイしててバグ発生したことないよとか言ってたんだけどね。これか言ってたの。何それ、ラーカイラムバグ。これからザク部隊のね戦いが始まるとこだったのにな。終わってしまいました。ということで突然ですけど、マップ24宇宙の渦ノーゲームということで。こんなことあるんだね。これを回避するの難しいよね。8マス以内のところにあれか、待機してはいけないという。シャアがラーカイラム持たせない方がいいんだね。まいったな。マップ24ノーゲームということでリセットですね。これずっとセーブしてなかったんで、もうやり直しはできません。ということで、いきなりですけど次回のマップを見てお別れしたいと思います。マップ23キリマンジャロの嵐ですね。地上マップもうないんじゃないかなって言ってたけど、結構あと残りいくつか残ってるんですよね。マップ23キリマンジャロの嵐見てお別れしたいと思います。大群同士で見てみるか。キリマンジャロ、最後は海があってこんな感じか。これは移動しづらいマップですね。戦艦が欲しいね。私もうラーカイラムは欲しくないね。バグが起きるの嫌だよな。初期配置でなんか戦艦お互い持ってる感じでなんかもう一気に対戦するみたいな感じ、なんかどうでしょうかね。ラーカイラム以外で。ラーカイラムトラウマになりそうですね。マジか。結構ザク部隊でガチャベース取るのね、よかったんだけどな。でもまあ結構勝利が見えてたよね、宇宙の渦。それでもなんか野球で結構勝利してるのに大雨が降ってノーゲームみたいなね。ファンはがっかりみたいな感じですけど。これもファミコン特有のことなんでしょうね。ということで気持ちを切り替えて次回キリマンジャロ、マップをね、作り込んどきたいと思いますので何ターンかかけて次回お楽しみに。さよなら。